はい、どうもなぎです。というわけで、今回は8月2日に花火大会が開催されたということで、今回はね、その花火大会や花火大会のくじでもらえるアイテムの小ネタを紹介していきたいと思います。この花火大会ね、8月中は毎週日曜日に開催されるらしいので、今回の小ネタが面白かったって人は、ぜひね、次の日曜日に試してみてください。今回は全部で6つの小ネタを紹介するので、最後までよかったら見ていってください。このチャンネルではこういった集まりで役に立つ情報だったり面白い情報だったり様々なね動画を作っています。いつも動画を見てるけどまだチャンネル登録はしてないっていう方はぜひぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで一つ目は花火大会の日だけに見ることのできる家の中、こちらの小ネタになります。一つ目の小ネタはこちら。花火大会の時は部屋を真っ暗にして窓を見ていると花火の音と光が差します。若干ねちょっと分かりづらいんですけど、これカメラをドラマチックってやつにすればねかなり分かりやすいと思います。はい、こんな感じで花火の音とともに部屋が若干明るくなります。はい、こんな感じですね。部屋が明るくなります。次はねこれカーテン閉めるとどうなるのか、こちらもね見ていこうと思います。はい、ということで部屋のカーテンも閉めたんですが、これでどうなるか。あ、部屋のカーテン閉めても花火のその光の具合っていうのは変わらないみたいですね。それでもね花火大会の日だけ音とともにこうやって部屋が明るくなるっていうのはリアリティがあって芸が細かいですよね。ということで一つ目の小ネタは花火大会の時部屋を真っ暗にしていると花火の光が差すでした。はい、続いて二つ目の小ネタはこちら、エイブルシスターズにまつわる小ネタになります。はい、ということで2つ目の小ネタなんですが、2つ目の小ネタはこちら、エイブルシスターズにまつわる小ネタになります。こちらの小ネタは花火大会の日は絶対に浴衣が売っているという小ネタになります。まあ、言ったままなんですけど花火大会の日はこちらのエイブルシスターズでは必ず浴衣が販売されています。まあ、なんでこの花火大会が行われる日には、まあ、閉店前までにね必ずこちらの浴衣を買っておくようにしましょう。まあ、特にね女性プレイヤーの方はやっぱ浴衣が欲しいっていう人が多いと思うのでぜひぜひね購入しておくようにしましょう。あ、この草履とかも花火大会の日だから売ってるとかあるのかな。下駄か、間違えた。この下駄ももしかしたら花火大会の日だからっていうのがあるのかもしれません。まあ、この浴衣が売ってるっていうのは毎週日曜日、8月は毎週日曜日必ず売っているようなので浴衣が欲しいっていう人はこの花火大会の日に逃さないようにしましょう。このエイブルシスターズのこの看板というかショーケースの中もね、こんな感じで花火大会に合わせた衣装が入っているので、ここら辺もね、おあつ森製作のこだわりを感じますね。ということで、二つ目の小ネタは、花火大会の日はエイブルシスターズに必ず浴衣が売っているでした。さあ、それでは三つ目の小ネタをやっていきましょう。さあ、三つ目の小ネタは、先ほど入手した、こちらの浴衣に関する小ネタになります。こういった風を起こせる家具、扇風機なんかの前に立つと、浴衣が揺れます。揺れる上に浴衣のね擦れる音も聞こえます。これちょっとね分かりづらいんですが、こうパタパタというかパタパタみたいなねこう浴衣同士が擦れるね音も聞こえるので、ぜひぜひね皆さんも試してみてください。ということで3つ目の小ネタは、浴衣を着て扇風機の前に立つと浴衣が揺れて浴衣のね擦れる音が聞こえるでした。それでは4つ目の小ネタもやっていきましょう。こちらもね家の中もしくは家の外で、見ることのできる小ネタなんですが、こちらの花火大会の日に常吉から入手できる風車、こちらを持って、先ほどと同じように扇風機なんかの風を起こせる家具の前に立つと、カタカタという音とともに風車が回ります。あ、ここら辺のね風が起こったら動く系の家具っていうのは割とあつ森隠されているものが多いので、ぜひぜひ、ね、皆さんも探してみてください。もちろん A ボタンを回すともっと早く回すことができます。こちらの種木開発のペナントも、風車と同じように扇風機の前に立って持つと風で揺れます。ちなみにこれは今回の小ネタには入れなかったんですが、この夏の隠しアップデートで追加された、続いて5つ目の小ネタ、これはね前回のツタンカーメンの小ネタ検証の動画の時にも言ったので、あまりね長く話すつもりはないんですが、風船を持った状態で走っているとたまにこけます。はい、こんな感じですね。ちょっとなかなかこけずに多分カットが入ったと思うんですが、こんな感じで風船を持った状態で走っているとたまにこけるので注意しましょう。はい、ということで今回紹介する最後の小ネタはこちら、風船に反射した雲が映っているですね。これめちゃくちゃわかりづらいんですけど、
この風船ね、昼間によく見たら風船の上の方に反射した雲が映っています。日の当たるところでね、風船をよく見ると風船にね反射した雲が映っています。いや本当にここら辺ゲー細かすぎますね。はい、ということで最後のコメントは風船に反射した雲が映っているでした。もしかしたらね、ちょっと黄色じゃなくて赤とか別の色のね風船で見たらもっとわかりやすいかもしれません。さあ今回はね、全部で6つの小ネタを紹介させていただきました。1つ目は花火大会の時部屋を真っ暗にすると花火の音とともに部屋が光るですね。2つ目が花火大会の日は浴衣が絶対に売っている。で3つ目が浴衣で扇風機に当たると浴衣が揺れて布の擦れる音が聞こえるですね。で4つ目が風車を扇風機の前に置くと回ります。これはねちょっと先ほどお伝えし忘れてたんですが、こちら風船も扇風機の前に置くとこんな感じで揺れてくれます。結構ねグラグラ揺れるのでぜひね皆さんも試してみてください。で5つ目の小ネタが風船を持っているとたまに転ぶですね。で最後の小ネタ6つ目が風船に反射した雲が映っているでした。皆さんは今回の小ネタいくつ知っていたでしょうか。他にもね、もしかしたら隠された小ネタなんかもあるかもしれないので、こういう小ネタあるよっていうのが知っている人はぜひぜひコメント欄で教えてください。ということで今回の動画はここら辺で終わりたいと思います。今回の動画が面白かった、参考になったって人はぜひぜひチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。